バカみたいな味です。大高志です。今ですね、スープを作ってますね。こんな感じで。これをですね、2、3回繰り返してですね、ちょっとずついっぱい蒸発させながらですね、背脂、チャーシュー、げんこつ、背がらなど、いろいろ入ってますね。これガンガン煮詰めることによってですね、まだ今ですね、これ煮始めてまだ2時間しか経ってないんで、こんな感じなんですけど、これをね、36時間ぐらい煮るとこんな感じに結構トロトロになってきますね。これが乳化になってくるんですよね。まだこんなサラサラですけど、こんな違いますから、もうガンガンですね。豚もガンガン入れて、これをね3回ぐらい、うちはちょっとね火が弱いんで、これをねガンガンいっぱい何回もやりますね。これをで、まあ裏の、まあ、冷蔵庫などにねしまいながら、うちはねやってます。はい、こういう感じで全然違いますよね。またね、ぜひラーメン食べてください。今日は赤い T シャツ、赤い、イエーイ、また。